これですね、ツインモーションに何をしているかと言いますと、テクスチャーの貼り替えですね、まず。テクスチャーを貼り替えています。例えばですね、こちらです。このマテリアルから、この、ウッドを選択しまして、この、こいつはこれですね。こいつを使ってます。アーキャドで木材を選択した上で、この木材と同じテクスチャーを全部、このツインモーションでのマテリアルに変更しています。あと壁ですね。壁紙をこういう牛塗りに変えたりですね。っていうのをしています。これが一つ。で、もう一つですね。あと人の配置です。まあ見たらわかると思うんですけど、こんな感じで人を配置しております。で、ベンチ。このベンチはですね、アーキャドのものです。アーキャドものをそのまま取り入れて、そこに綺麗に座らせただけです。こんな感じで、セカンドハウスっていう僕に、その設計画材の題名なんで、その、落ち着いた雰囲気を醸し出すためにこんな感じにしております。三つ目ですね。この木ですね。この木の配置です。この木は、ツインモーションで外観の作品としてまだちゃんと作ったわけじゃないので、こんなちょっとしか作ってないんですけど、こんな感じで、夜になった時に、いい感じになるようにみたいな感じで、感じばっかりやけど、もう一つはですね、まあ、この作品で一番、まあ、ツインモーションで凝ったのは明らかに、こういう外観じゃなくて内観なんで、ちょっと見ていただきたいんですけど、こんな感じですね。の内観を、まあ、9割ぐらいかな、もう。その、壁とか以外は、もうすべてツインモーションですね。あとこのソファーだけアーキャドかな。ソファーとこの、机だけアーキャドだと思うんですけど、それ以外、この椅子とかであったり、この食器とか、花瓶とかですね。花瓶かなこれ。花瓶とか、このワインとか、椅子、机。で、あとこっち行きますと、置いてあるこの食材ですね。で、あとインテリアですね。で、あったり、この鹿の首のやつとか、飾りですね。こういう壁紙じゃないわ。こういう、なんやろ、これ。写真なんやろ。まあ、こんな感じのもの。生活感が軽く出るようなものっていうのも全部インテリアですね。家具とかは全部ツインモーションで配置してます。雰囲気。四つ目の家具の配置です。で、それプラス五つ目。ライトです。こんな感じでね、ライトがあるともうすごくいい雰囲気になりますよね。これ夜にしたらもっと変わるんですけど、こんな感じですね。夜にするともっといい雰囲気になるのかなと思います。で、ちょっとライトが足らんなっていう方はもうもっとバンバンつけていただければいいだけなので。で、6つ目ですね。今みたいな感じで、時間を自由に変えて太陽の位置を変えることができる。これが6つ目です。例えばこちら側でもできるんですが、ウェザーですね。こちら側で、まあ天気で日時とか、天気とか季節を全部変えることができるっていうのが6つ目です。曇りにしたり、雨にしたり、雪にしたり、また晴れになったりって感じです。これは夏から秋、冬、で春、でもう一回夏に戻るという。こんな感じのことができるのが6つ目となっております。はい、このウェザーですね。もっと細かい話するともっともっと出てくるんですが、ちょっと一旦やめときます。はい。じゃあ、7つ目ですね。自由に周りに水を敷くことができる。これが7つ目です。これを押していただいて、オンにしていただくと、はい、見てください。もう周り全部海ですね。今これクリアリバーになってますけど、アトランティックオーシャン。はい、こんな感じで。もう完全に海のど真ん中に取り残されてる家みたいな感じにすることができます。これで、高さも変えることができるんでね。はい、ゼロにしたら地面ギリギリになってみたいな。こんな感じで水浸しにすることができる。で、八つ目。画像と動画を作ることができる。これめっちゃ良くないですか？こんな感じで、あるいはこんな感じと、どんどん自分の好きな風に、
撮ることができるといった感じですね。あと動画もあります。ビデオでクリエイトをしますと、まあ、こんな感じでできると。まあ、これをツイッターに上げているので、また見たかったら見てください。9つ目はその他画像であったり動画であったりをここで出すことができる。選択してエクスポートです。だけするそれをするだけで画像と動画にすることができるという感じになっております。でですね、次の作品いきます。はい、また違う作品に来ました。まあ、これはねツイッター見てる方はおなじみのいいねで変わる建築っていう、まあ、企画やってるんですけど、それで今建ててるものですね。だいぶ重いんですけど、今先ほどの水を使ってこんな感じで川と池を作ったり、あと馬であったり人であったり車とか、あとまあ周り見たら分かると思うんですけど、こんな感じの世界観を作ったりですねをすることができています。で10個目になるんですが、10個目ですね、こんな感じの山みたいな地面を自由にデコボコさせて自分なりの世界観を作ることができる。これが10個目だと思います。11個目いきたいと思います。11個目はこんな感じで道路にある街灯などまでも配置できる。あとですね、この街灯だけでなくてポールとか柵とか、あとこの見てください、標識。あーまあ、いけ。12個目ですね。12個目なんですが、今ここには何もないんですが、12個目は人の動線を作ったり、車を走らしたり、あとは自転車を走らしたりすることができるっていうのが12個目となっております。 OK ですかね。はい、こんな感じでね、ツインモーションのできることっていうのをまとめちゃうと、まあ結果まとめきれないです。まだまだいっぱいありますけど、基本的にパパッとまあ出てきて、こんな感じかなって言えるのはこれぐらいです。軽く出しただけで12個なんで、まだまだもっともっと極めていけばできることがたくさんあります。まあ、こんな感じでね、ツインモーション少しでもいいなと、まあ、これをやっぱダウンロードすべきやなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。